ようなら。挨拶でランドセルの中身が逆流する。翔さん、はい、元気です。リミさん、はい、元気です。はい、元気です。ですからね、きちんと区切りましょう。翔さん、はい、元気です。リミさん、はい、元気です。何回言っても治らない。バリアーが強すぎて鬼ごっこが終わらない。しーちゃん、手袋の反対は？手袋、手ぶろく、手ぶろくぶて。それ絶対6回じゃないよ。手袋と言って6ぶて6回ぶたれるの黄金パターン。6回ぶってやる。先生に言っちゃおう。いけなんだ、いけなんだ。先生に言っちゃおう。いけなんだ、いけなんだ。先生に言っちゃおう。同じことを何回もしつこく言われる。先生に言うからが一番困る。ガイス、かまけした。かまけした。はい、静かにしてください。静かになるまで3分かかりました。静かになるまでの時間を計られている。すいません、先生に向かってすいません。先生トイレ。先生はトイレじゃありません。先生電話。先生は電話じゃありません。鳴ってます。先生がごまかすぎてめんどくさい。この問題わかる人。はい。答えたいアピールが強すぎる。掃除用具入れは牛乳の匂いがする。でどうだったでしょうか。感じましたか。私はね、なんだろう、いけないんだがね、わかる気がします。いけないんだ。先生に言っちゃった。1年生の時いっぱいありました。それではバイバーイ。ねえ、ドキドキくん。
これ難しい。見て。以上始めますよ。でもこんなじゃあ、筆箱をやる？みなさん、こんにちは！スタリーチャンネルのしほです。はい、というわけで今回はですね、ね、このね、今月の3月まで使ってた筆箱なんですけど、こちらの中身をね、新学期から新しく使う筆箱にね、移し替えをしたいと思います。で、ここに並んでるやつは最新のかわいいグッズたちです家にあったんですよ、うん、これもね、入れてね。そんなギャラ目のは何？消しゴム？消しゴムじゃないの。何それ？あ、修正テープ。そう、へー、こういうね、かわいい。友達とお揃ってて買った。へー。今から実際していきたいと思います。じゃあ、前使ってた筆箱ね。それ、でもだいぶお気に入りだったんじゃない？うん、いいの？また戻るかもしれない、うん、また戻るかもしれません。それ良かったね。そう、すごい良かったの。どこが良かったの？まず街というかね、うん、この開いて、うん、普通のこういう筆箱って開かないじゃん。うんうん。でもこれさ、開いてさ、これ置けるのよ。しかもこうやってもね、あ、こうやったらこうなっちゃうけどさ、しかもさ、見やすいの、これ。こうやって見やすすぎなの、これ消して。ほら、こんな感じでね、すごい見やすすぎで、ここにポケットが入ってるんですよ。入ってんじゃないの、ポケットがついてんですよ。だからね、ここに物を入れたりして、すごい便利なんですよ。やっぱ口がパーって開くから、そう、まず取りやすいし、ポーンってできるの。しかもピンクなの、私の大好き、うん、で、なんかスーツケースみたいな感じでね。そう、かわいいんですよ。で、こっちがね、私の大好きなワタピンク、かわいい。この前あれね、閉店セールのお店で、そう、半額で買ったやつ、1000円ぐらいで、安くない？もっと安かった、1000円以下だった。ほんと？はい、こんな感じです。あ、中身見てない。中身は黒なんですよね。こんな感じ、真っ黒です。はい、じゃあ中身を紹介しながら入れ替えてください。はい、はい、まず鉛筆たちです。私、鉛筆あんまりね。こちら鉛筆たちです。しおちゃん、多くないって言われたと思うんですけど、そう、多いんです。みんな5本でしょうんうん、7本です、私。大丈夫なの？7本、うん、自由帳のやつと連絡帳とかそういうので2本使って、あと 5時間、6時間で5本か6本使って、ちょうどいいんです、7本かな、うん、でもいつも余っちゃう、うん、こんな感じで鉛筆7本入れます。よし、次ね、消しゴムタッチです。私使ってたのがこれで、新品なのがこれ使いたいと思います。こっちはお友達からもらいました。はい、入れていきます。似てるでしょ、どっちも。だからかわいい、みんなピンク似てるから、だからかわいいって言います、うん、意味わかんない、自分で言ったのに意味わかんない。次、消しカスが、消しカスじゃないわ、汚っ、入ってる、汚っ。こちら、しょうがない、それはもう。これね、鉛筆削りです。これ福袋で、これ福袋でね、入ってたんですよ。だいぶ汚くなったね。そう、もう汚いですね。除光液で綺麗にしないといけません、うん、これを持ってきます。次に赤青鉛筆、赤青鉛筆、まだこれ使ってます。これじゃないとダメなの。赤と青じゃないとね、もう赤鉛筆って分からなくてね。ああ、なるほど、ね、これじゃないとダメなの。普通のね、可愛いやつもあるけどね。そう、赤と青じゃないと迷っちゃうもんね、こうやってね、探しちゃうもんね。まだアイロン目使ってます、うん、あ、動いちゃった。
次、あ、マッキーペン多分ランドセルの中入っちゃってるけど、もう一本あります。これね、学校でもらったんですよ、うん、ボールペンみたいな、これ、うん、絵描くときに使うんですよ。学校でもらったの？そう、図工の時に使う。そう、図工の時に使うやつで、もう一本マッキーあるんですけど、うん、それが名前。そう、それが名前。名前って今ね、ランドセルに入っちゃってる。そう、入っちゃって。次こちら、ママが買ってきてくれた付箋を落として落として、真っ黒だね。そう、真っ黒だし、うん、もうね、落として落としてひびが割れちゃってるんですよ。ひびが割れちゃってるじゃない。でもね、その付箋は中は綺麗だ、ね。中めちゃくちゃ綺麗なの。そう。いいよね、やっぱこのガードされるっていうのね。うん、いいんですよ。次、はい、定規たちです。すごいいっぱい定規あるね。なんか定規だけ持っちゃう。定規好きなの？定規好きなの。で、うん、あとね、うん、こちら入れていきたいと思います。家にあって。はい。これ使わないよね。これだけやめとこう。まあでもいいんじゃない。修正テープ入れちゃおうか。うん、入れたいと思います。入る？入る。おお。あとマッキーペンだけ入れて。うん。結構半端だね。結構半端。でも私順番間違えたね。何？順番間違えた。何？まずさ、定規とかさ、こういう細長いのから入れて横に収納してから真ん中に鉛筆入れたかった。鉛筆先に入れてたから広がっちゃった。でも前の筆箱の方が入ったのかな。入ったかもしれない。でもキラキラだよね。もう汚くなっちゃうかもしれない。私のこの手の汚さで。汚っ。はい、というわけで、あ、どうした？腰打った？なんか、つつってきた。大丈夫？私のね、新学期から使う筆箱にね、今使ってる筆箱の中身を詰めてみました。どうだったでしょうか？これが4年生になって初めて使う筆箱になるのね。そうなんですよ、うん、そうなんですよ。ね、もうちょっとか持ってっていいんだよね、学校に。まあこれはまた、ダメそうだったら抜けばいいし。そうだね。うん。まあ、先生によるよね。やっぱ担任の先生大事よね。大事。多分今の担任の先生だ、3年生の担任の先生だったら、メモ帳 OK。全然 OK だったと思うけど、4年生になって厳しそうな先生になったら、ちょっとそれはって言われちゃうかもしれない。やっぱね、先生次第だよね。先生がどうなるかまだ分かんないから、誰になるか分かんないから、てかクラスもまだ分かんないんだけど、ね。こいつずっと来るんだけど。大丈夫？腰打った？はい、じゃあ始めましょうか。はい、ということで今回はですね、さっき言わなかった？言った。どこまで言ったか忘れちゃったね。じゃあそれではバイバイ。それではバイバーイ。